ではどんどん左行きます。はい、はい、これ最後になりますよ。よろしいですか。改めて大きな拍手お願いします。こんばんは、東京。I love it. It's Japanese food is one of my favorite. Italian and Japanese my favorite. Yeah, the people are very friendly. I had a real longing to come back here, so I'm very happy to be back. 吹き替えを務められました斉藤匠さんです。お前邪魔だ感が半端じゃないですが、私が一番そう思っております。とにかく今日は邪魔しないように、お吸い物のような気持ちでここに寄り添いたいと思います。失礼します。ありがとうございます。お、熱い握手があまりにも魅力的な笑顔で脳殺されそうです。お互いに今見つめ合ってらっしゃいましたけれども、たまらないです ね。目にね、吸い込まれそうなんですよ。ダイソンより吸引力あると思いますよ。そうですね、なんて言うんだろう、こう魅力が何層にもなっていて、言うなれば魅力のミルフィーユというか、そうですね、僕はなんか溶けかけのオブラートのような人間なので、すごくなんて言うんだろう、本当に魅力的な人ってこういう方なんだなっていうふうに今痛感してます。ただ身長体重があのウェブ情報だと唯一一緒、あとトム・ウェイツとチーフタンズが好きっていうのが本当だったら、それが唯一の共通点で、今日そこを足掛けにやっていきたいなと思ってます。トム・ウェイツ、いやいやいや、 I love it。 僕もです。ジーニアス、チーフタンズ、天才だと思います。 It feels good。 いい気分ですね。 I feel like yeah, this is our first date. I feel like it's going pretty well. なんか初めてのデートで、いい出だしたと思います。Maybe we'll go out for a bite to eat afterwards. この後一緒にお食事でも行きましょう。あのゴールデン街という連れてきたい場所があります。はい。もう日本映画が始まったような場所なので、すごいディープでマニアックな、はい、とこに連れて行きたいなと思います。I'm in。あのぜひ行きたいです。はい。あ、光っている。イエーイ。今送られました。大きな拍手お願いします。空前絶後の喜びです。ありがとうございました。この空前絶後の言葉を聞いた我々の喜びがファスベンダーさんどれぐらい伝わったのか分かりませんけれども、年末日本にいなきゃ伝わらない。そうですね、はい、ありがとうございます。